今回はジャパンインターナショナルボートショーの体験乗船イベントの一つ、船長にチャレンジです。使う船は小型船舶免許教習に使われる小型ボートです。4人乗りで約5メートルくらいの小型ボートです。このイベントは約1時間ほどボートに乗って横浜の海を走り回るという非常にためになるイベントでございます。それではお楽しみください。改めまして、担当の津田君です。よろしくお願いします。お願いします。覚えにくいでしょうから、3つでいいですから。もう一回確認させてください。はい、中村さんでよろしく。はい、桑野さん、はいはい。ちなみに船の免許はお持ちですか？持ってないです。いや、持ってないですね。はい、あ、全員お持ちじゃないですか。わかりました。ちょっと今見てて分かったかもしれないですけど、ハンドルはまあ車と同じですね、はい、行きたい方向に回してもらうと進みます。でこれがあのアクセルと同じです。ハッチがないのでこのまま前に行きたかったら前に倒す、はい、で今つながったんで前に行きます。でこれを倒していくとスピードが出る。でブレーキは船なんでありません、はい、で止まりたい場合どうするかっていうと、はい、後ろで行きます。後ろ下に倒すと後ろ向きにプロペラが回ってスピードを止めるというか、はい、あの後ろに下がる力で止まるということです。で、基本的にはもう車と同じ感覚で操船していただいて構わないんですが、車と違うのは、まあ、ハンドル戻りませんからほっといて、はい、構わないというのがそのままになります。あとは摩擦がないので、はい、風や波の影響をもろに受けます。ですので、はい、後ろにプロペラがあってそれが回ってこう推力になるんですけれども、はい、ハンドルまっすぐだからまっすぐ行くかどうかっていうのはわからないんです、はい、で多少風に向かってこう船をこっち向きこう風が吹いてる時こっち向きにした方がまっすぐ進んだりするんですね。だから車の感覚でまっすぐだからハンドルがまっすぐだからまっすぐ行くっていうのはないんです。でその場所その時によってまっすぐのハンドルの位置っていうのが変わるので、それだけこう概念的に覚えておいてもらえれば、大体の人は最初まっすぐ進めないんですね。難しいんです、まっすぐ進むって。で理由は車と違ってそのハンドルがまっすぐだからまっすぐ行くとは限らないんです。で、特にスピードが出てくるとほぼ車と同じような感覚で走れるんですけど、これぐらいのスピードの時は風波の影響をもろ受けるので、実は船で一番難しいのはこの低速の状態でまっすぐ進むっていうのが一番難しいです。あ、はいはい、でこうまっすぐの時進み方ですけれども、自分の正面に目標を取る。例えば操縦席に座った場合、船の真ん中そこ丸いのライトなんですけれども、はい、あ、はい、それで見通し線上に目標を取っちゃうと実は斜めに走ることになるんですね。だから真ん中よりこっち側、例えばワイパーのこの辺とかね、はいはい、そういう見通し線の先に目標を取ってもらった方がいいんですね、はい、もうちょっと待っててくださいね、はい、この後実際に操船してもらいますからね、はい、確かこのマリーナ内確か8キロでしたっけ、ちなみに時速というかスピードメーターがついてる船もあるんですけれども、はい、この船はスピードメーターありません、はい、どうやってスピードを知るかというと回転計なんですね。プロペラの回転計です。ですので例えば3000回転ぐらいがいわゆる巡航速度って言ってよく走るスピードなんですけれども、はい、波がこう来てる場合同じ3000回転でも後ろから波をもらってる場合とスピードが違います、はい、これは例えばその辺を走ってるめちゃめちゃ大きな船も同様です、はい、船のスピード、耐水速度って言うんですけど、耐水速度で仮に8キロだったとしても地面で換算したら波の速さが向こうから2キロだったらマイナス2キロして6キロしか地面的には進まないんですね。っていうのがあるので、船は基本的には耐水速度っていうのをスピードの時は使って、まあ、あの一般の人にはキロの方が分かりやすいんでしょうけれども、はい、大きな船とかはいわゆるノット、はいはい、1ノット2ノット、
ノットというのを使います。ざっくりノットは2倍くらいしてもらったらキロになります。1852メートルでしたっけ。正解。どうして1852メートルになったか分かります？1カイリと同じですよね。そうです。1カイリっていうのは緯度1分のことを言うんですね。地球1周4分の1を切って90度とします。そこからこう換算して緯度1分で60になって1度ですから、割り算して、1ノット1カイリが1852メートル。ちなみに陸の、マイル、海もマイル使うんですけど、陸のマイルと海のマイルは距離が違います、ね。じゃあ沖に出るとちょっと波があったりしてスピード調整というか操船が難しいかもしれない。最初ここでやっちゃいますね、はい。じゃあハンドルとレバー両方持って、はい、ゆっくり前に倒してみてください、はい。一番正面にちょっと大きめ、左側の白い船分かります？あれですか？そうです、そうです。このスピードのまま、はい、船に向かっておいてもらうんですが、はい、置きやすいところ置いておいて、はいはい、そのうちみんな交代しますからね。ちょっと感覚を掴んでおいてください。沖、はい、に行くと波とかがあってまっすぐ進みづらいと思う。はいはい、なんだっけ、スクリューと言葉が出てこねえ。これがなんだっけ。これはね、舵とスクリューが一体化してるんです。なんでハンドルを回すスクリュー自体がこういう感じで動くんですね。はいはいはい。でああいう正面の大きな船とかになると舵は別です。でスクリューは左右に動いたりせずに、ただ右回り左回り。そうなんか特性が違うんですか？基本的にはこうスクリュー自体がこう方向を動く方が操作性がいいですね。ただ負荷がものすごいかかるので大きい船には向かないです。でも技術が進歩しているので豪華客船とかああいう船も最近はそのアジマスポットっていってスクリュー自体がこう動くものも出てきてますね。風向計がないんですね。そうなんです。どうしてか分かります？分かりません。船が進むんで基本的には風向計はこうつけてもいわゆる相対的な風向になるので、ついてたりついてなかったりなんですけどね。はい、じゃあニュートラルの一番ニュートラルね、はい、はい。じゃあ中村さん一番後ろまで下がってもらっていいですか？席替えをしますね、はい。86Sか。見てください。赤と白のクレーン、ガントリークレーンって言うんですけど、たくさん並んで、ガチャ、もうちょい、はい、そう、ガチャって言った時が入ってますから、ね、スピードこのままで、まっすぐです。難しいです。すぐ、そうなんじゃないんだけど、そういう感じで予想しながら確かにハンドルを回すんですけど。慣れてきたらハンドルを回す量をちょっとずつ少なくすると戻す時の量が少なくなってまっすぐ進みやすくなります。難しいよ。でハンドルまっすぐだからまっすぐっていうのはいりませんから、ね。はい、まっすぐ進む位置がそれがまっすぐですからね。はい、風だからね。そう、風でね、やっぱちょっと若干流されてるんで。結構受けるんだね。受けますね。特にスピードの遅い時は余計受けるんですよね。このぐらいの風は結構受けるんですね。そうですね。
また席替えします、ね、一番後ろまで下がってください。まだ波穏やかだ、今日は。今日は穏やかですね。昼からちょっと吹いてくるかもしれない。ああ。波しけてるときはもう最低ですね。そうですね。その状態でタグボートに乗って入ったことがあるんで。どうしてタグに乗ったんですか？あの、京葉シーバースってあるんですけど、そこまでちょっと仕事をしに行ったんですよ。電気の仕事、前職電気工事だったんで、その時に波が大しけの日だったんですよ。それでシーバースに着く前にとんでもない大揺れだったんで、それがすごくひどかったですね。タグボートですら大揺れしますからね。やっぱり船酔いもしなくなるんですよね。しばらく乗ってなかったりすると、あと、挑戦してる人はあんまり船酔いしないですけど、次から降りた時にはフラフラします。そうですね、特にボートの場合は揺れがやっぱり激しいので大きな船とか大きな船は大きな船で、なんかああいうのはあそこで生活してますから、陸に降りるとそれはそれでやっぱり揺れてる感じがするんですよ。小型一機欲しいですね。はい、小型一機欲しいですね。あ、さっきも伝えましたけど、スピードは回転系で調整します。3000回転、3回くらいまで上げてみてください。早いなと思ったらまた戻ってきます。早い。はい、はい、もうちょっとだけスピード上げてみて、はい、ちょっとだけ3000に上げて、もうちょっと落として2500ぐらいから3000に上げてください。私3000に上げてさ、はい、落としのか、いいのか、右側から振りで、ちょっと酔っちゃうのよね。ああ、そうじゃない、ちょっと待ってくださいね、はい、で、じゃーん、どうしようかな。向こう側見てください、はい、高い煙突みたいなのが何本見えます？2本。
じゃあ2本のうち左を目標にスピード、左の煙突目標にして、はい、スピードこのままにしておいてください。このままで、はい、はい、さっきより多分あの遅いスピードでまっすぐ行くのが難しくなってると思いますから、ちょっとそれを体験してください。そうです、そうです、はい、じゃあスピード上げていきますね、はい、ではゆっくり前に戻して、そうそうそう、もうちょっとスピード出してみますよ、はい、はい、じゃあそれぐらいにしましょう、はい、ちょっと一回貸してもらえますか、はい、横距離10メートルぐらいで、次の V との距離
真ん中ですね、通って V と V、あ、ごめんなさい、3つの V の真ん中を通っていく感じで、横 V の横を通過するときに10メートルぐらい、10メートルの距離行くとどれぐらいかっていうと、この船がだいたい5メートルで船2隻分ぐらい離れてこう真ん中を通っていくっていうのが理想だったんですね。で、抜けた後もなるべくこの蛇行の線上に船がいるっていうのが一番いいですね。この蛇行は滑走のスピード2500から3000、さっきのスピードですね、やるのがやります。正面に V が3つ並んでるの分かります？今ちょうど正面くらいにありますけど、オレンジのやつですか？そうです、そうです。はい、じゃあ蛇行してみてください、はい、このまま前に倒して難しいな、スピードだんだん上げていきます。2500から3000くらい、こんなもんか。あ、疲れた。近いね。めっちゃ増える。抜けた後なるべく蛇行の線上にずっと走る。はい、めっちゃいいですよ。はい、はい、難しいね。一緒に乗られて操船をされる。一人乗りなんですよ。これこそシングルならひっくり返るんでしょ。ひっくり返るんです。だから大事にしてる。失礼したくないかな。実際本番で、
はい、私の今の皆さん見た感覚だと3人くらいで1日こうやって乗れば十分なんですか。ああ、そうですか。その締めの時の大将っていうか、回転の出力と一緒にも用意してますけども、今日最強がいいですもんね。
川さんが代わりにすぐそこだからメンテナンスしてあげたら水持ちさんがせっかく買ってたけど取れない。このマリーナってもう全部いっぱいいっぱいですか？多分多少空きがあると思うんですけど、湘南のあのヨットの止めるところがオリンピックでなんかみんな出なきゃいけなくなってるみたいで、はい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 、それを探すのにみんな新しいところを探すのに苦労してるっていうのは聞いたことがあるんです。島の島はね、もう今なんでもしかしたらやっぱこっち側に流れてきて、そうですね、接岸すか。それは私がやります。はい。はい、じゃあ。はい。あと、船長にチャレンジというイベントに参加してみて思ったことは、船の操船も楽しいなと思いました。で、僕が船を操船して感じたことといいますのは、車と違って、いや車もそうか、360度見回さないといけないっていうことを感じました。海の上に出るということといいますのは、いろんな船とかタンカーとか、ヨットとか貨物船とかいろんな船がありますので、接触事故とかというものもよくあり得ることなので、常に自分自身が気をつけていかなければならないですね。360度見回しながら。あと船の操船に関しては、舵をまっすぐにすればまっすぐ進むというわけではないんで、潮の流れとか風の影響とかにも影響されやすいので、常に舵をくるくる回しながら、もう進む方向をよく見つつまっすぐ進ませるということが重要かなと思いました。で、ある程度スピードが上がると意外とまっすぐ進みやすいんですけど、速度が遅いと逆にまっすぐ進ませるのが難しいっていうのが分かりました。で、あとは小型船舶免許のその教習内容もちょっと一部やりました。で、人命救助のあたりとか、あと蛇行の航行とかってのもありまして、蛇行がまだちょっと難しいかなとは一瞬思いました。という感じですかね。小型一級欲しいなとは思いました。それでアジムットのモーターヨット行って買おうと思います。というわけで、今回のこの船長にチャレンジの動画、これで終了です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。